これ1939年 EL ナックルヘッドです。最初もバラバラの状態、純正に戻そうっていうより いろいろ部品に外しちゃったような、ボバーまでいかないんだけど必要ないものをみんな外しちゃったような感じで、まあ、あの細いタイヤで、まあ、軽快に走れるようなイメージで、最初からフロントなんか19インチがあの偶然入ってたん であえてフロントは19のまんまでって感じですかね。本当はボバーとかその40年代の後半とか その不良が乗ってたようなバイクが好きなんですけど、一回やっぱり、ナックルだったら純正の形で一回乗ってみて、でそれからいじろうかなみたいな感じのところもあったんで、とあとやっぱボバーにしちゃうとナックルって車体が小さいん で自分の体の大きさとかともバランスも良くないのかなと思って、まあ、今のところそのまま乗ってるような感じです。最初はだからあれですかね、まあ、エンジン、フレーム、ミッション、あとフロントフォークとかタンクとかはあったんだけど、前の持ち主がもうマニアでもうこれつけては売れないって言われちゃって外されちゃったんですね。で、まあ、タンクとフロントフォークは、ね、年式合うように。タンクですか？これ手に入手した時は3級カラーの白と水色のツートンだったんですけど、それやっぱウレタンで結構厚塗りしてあったんで、それもちょっとあれかなと思ったん で全部剥がして、でエナメルで薄く塗りました。フロントレッグとリアレッグとか年式合ってないものを2本買って2個1で年式合わせたような感じですかね。やっぱり、組み上がるにやっぱ8年ぐらいかかったん でその間に時間かけて、早く乗れれば早く乗りたかったんですけどね、いい出物があったら買うみたいな感じで。シートはシートパンは30年代の ノーベントのシートで、メーターダッシュはそう本来だったら V 段のやつがつくんですけど、これは段なしの40年代の。V のやつは、メッキのやつはよく出るんですけど、出てくれば同じ色で塗り直そうかなと思いますけど、オーバーホールは納車の時にやってもらって、はい、もう4年ぐらい前ですかね。今はそうですね、問題なく調子よく走ってます。普段は、まあ、不具合なければしないですけど、まあ、増し締めしたりとか それぐらいで今のところ乗れちゃってます。
距離ですか、1日で。1日でだと、まあ、群馬から富士店行ったりだとか、今日みたいにここ上越ですか、こっち来たりとか。夏はあんまり乗らないようにしてます。冬の方がやっぱ乗りやすいですよね。うん、ありがとうございます。